平野の仕ファンの新読みがエスカレート。とべ滝沢秀明氏のにおわせ疑惑とは滝沢秀明氏が設立したアーティスト事務所トーベートベの公式 YouTube チャンネルが、トーベチョン DNA02 と題した生配信を7月7日午後7時より行うと告知。4日には、 滝沢市の個人ツイッターでも予告されたが、その文面が匂わせではないかと一部で話題になっている。とべといえば、2日の生配信に元 V6 三宅健が登場し、同社で活動を再開すると発表。そのため、7日の配信でも同様に、誰かしらの活動開始が公表される可能性もある。 7日の配信のサムネイル画像には椅子が2つ並んでおりネット上では元キングピンス以下、キンプリの平野仕様と神宮寺ー太が登場するのではないかと予想する人が多い。4つ日付のニュースサイト、ニュースポストセブンも、この2人の再始動が発表されるのではないかと報じています。芸能記者。そんな中、 滝沢氏は3日、ツイッタースペースで、シャープと題した配信を実施。そして翌4日には、シャーシャという言葉と共に7日の配信ページへのリンクをツイートした。シャーがペルシア語で、オーキングを意味することから、キンプリと関連づける指摘が続出。SNS 上では、シャーが2つってことは、元キンプリの2人ってことだよね。 シャーシャってジグヒラしかないでしょと期待を寄せるファンが相次いでいますどう。滝沢秀明氏、ごちそうさま、パブリンズ、発言にも平野仕様におわせせず不条。滝沢氏のにおわせ疑惑はこれに止まらない。同氏が今月生配信中に発していたごちそうさま、パブリンズといったワードに関しても平野をにおわせている。と一部のファンが反応している。 この、ごちそうさま、は、昨年10月期の連続ドラマ、黒詐欺 TBSK で、平野演じる主人公が発していた決めゼリフ。パブリンズは平野が現在 CM に出演中の消臭スプレーだ。また、滝沢氏が今月3日、インスタグラムにバヌアツの山の写真を投稿すると、複数のファンが紫色の空に反応。 やはり、平野と神宮寺を匂わせていると疑われているようで、どうやら平野と神宮寺の金プリ時代のメンバーカラーであるシンクとターコイズブルーを混ぜ合わせると紫色になるからという理屈のようです。こうした匂わせ疑惑は他にもあり、中にはこじつけを疑いたくなるものも見受けられる。ただ、それだけ多くのファンが平野らの再始動を待ちきれずにいるということでしょう。どう 少々新読みがエスカレートしている感もあるが、七夕の日に滝沢氏と合流するのは一体誰なのだろうか。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。